とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー、あと1週間ですね。この1週間の間に、あと2つはいいものが欲しいところです。ということで、今日も周回やっていきましょう。15周、頑張ります。では、行きますね。まずは、一発目、惜しい。イカが来たけど惜しい。そうね、まあクールダウンがないところでちょっと厳しいんですけども、チェーン1か爆発1。最近ね、黄金の3がなかなか出ないんだよね。厳しいな。2回目。おお、何これ。おお、びっくりした。バブルが2つ出た。で、アーティファクトチャージついてるね。でもやっぱりね、黄金が1なんだよな。アズールシーカー。黄金1。こっちのバブルどう？全然ダメ。やっぱり黄金は1なんだな。いや、これじゃ使えないよ。どうだ？お、夜。あー、でも、ついてないね。球根はね、いい感じなんだけどね。ベストとしては何だろう。球根、流れ込む魂、クールダウンショット、アーティファクトチャージかな。バーストボーストビームは別にいらないと思うけど、これはやっぱり球根と流れ込む魂で、ソウルを集めながら進んでいけるやつが欲しいよね。難しいなぁ。ラギッド。あ、やっぱり毒一。黄金がほんと最近ね、3が出てきてくれない。こっちもそうだよね。出ないんだよなぁ。あ、3出た。いやぁ、よくないでしょ。よくないでしょ。いや、ワンチャン使える？リフレッシュ3でしょ。で、旋風、クリティカル、輝きか、鋭利。あぁ、いやぁ、やめとこう。難しそうだな。どうだ？よくないね。もう見てすぐわかる。よろしくない。あ、でも黄金は3か。なるほど。5回目。違う。やっぱり黄金は1。どうだ？クールダウンついてくれないな。剣。違う。あ、なんか重力系は黄金3がついてなくてもいいんだよね。1でいいんだ。今回もちょっと厳しい感じになってくるか。どうだ。クールダウンなし。こっちもまあまあクールダウンもともとついてるけどね。ラストラーフ。ラストラーフの採掘者3を探してます。まあ難しいだろうけどね。下のエンチャとしては、悪くない気はするんだけども、俺の探してるのは採掘者さんのラストラーフ。難しいな。どうだ。あー、達人もちょっと欲しいところがあるんだよね。達人もちょっと欲しいけども、これはエンチャントがね、リフレッシュ重力ぐらいか。ないっすね。OK。次行きましょう。どうだ？トリック。ついてないか。ノーマルガントレット。あ、でも、黄金が3になってるね。いいよ。おお、黄金3。まあ、別に、エンチャは良くはないんだけども、黄金の3が出だしたっていうのは、これいい傾向かもしれないね。どうだ？これは別にいらないかな、この3つはね。まあ、黄金さんが入ってるかどうかを、おーし、入ってる、OK、いいよ。あはは、下、輝きさんか。発動率もね、100% ぐらいになってくれれば嬉しいんだけどね。発動率そこまで変わんないんだよな。叩くたんびに必ず回復するっていうやつだったらいいけども。
はい、次5。グリーンメナス。入ってないね。入ってない。グリーンメナスは、クールダウン編成プラス、バーストボーストリングの、虚無、弱体化、どっちかだね。まあ、弱体化は入ってる。で、グリーンメナスよりも、ピンクの方がいいね。あれが激怒がもともと入ってるので、使い勝手がいいです。クールダウンなし。こっちもなし。だけども、ポーションバリアがある。もう少し見ていこう。おお、え二つつかなくてもいいんだけどね。あー、そうか。あー、なんかね、この金メッキは、ちょっと使ってみようと思ったんだよね。惜しいな。一番右にクールダウンで、真ん中にヘルスシナジーでしょ。一番右か黄金に、ポーションバリアがあれば、これは採用だったけどな。惜しい、惜しい。うん。あー、なるほどね。いや、でも、ダガーは、月のダガー一択だと思うんだ。惜しいな。金メッキも良かったな。うん、惜しい。すっごく惜しいです。ラスト3回。違いますね。クールダウンなし。ラギットはクールダウンついてるけども、ポーションバリアなしです。あと2回。あと2回。おおお来たね。怒りの、理想的なやつがすっごい欲しいんだね。うん、今もう一本のやつしか持ってないので、ちょっと欲しい。ショールダンサー、クールダウンなし。怒り虚無。あー、真ん中が良くないかな。虚無追い打ち。ダイナモもない。リフレッシュもない。あー、輝き1か。では、ラスト行きましょう。ラスト。わー、惜しいよ。重力はね、1でいいんだ。しだれは使わない。星よる。理想来い。旋風さんか。これじゃダメだな。はい。ということで、今日は15周やってみました。惜しいのはね、いくつかあったんだけども、理想を求めると、なかなか厳しい。ですね。厳しい。まあ、あとね、1週間。タワーありますので、あと2つぐらいはいいのを出したいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。